オリータ・アダムスは、アメリカ合衆国のソウル、ジャズ、ゴスペルシンガー、ピアニスト。アダルトな楽曲を、情感豊かなボーカルで歌うスタイルで発表している。オリータは、伝道師の娘として生まれ、ゴスペル音楽と共に育てられた。若い頃に家族と一緒に、しばしば彼女の生誕地として紹介される、ワシントン州ヤキマへ移り住んだ。1970年代には、 カリフォルニア州ロサンゼルスに移住し、デモテープの制作を行ったが、多くの音楽経営人は、ディスコ音楽に興味があるばかりといった状況だった。彼女の歌のコーチであるリー・ファレルの助言により、彼女はミズーリ州カンザスシティへと活動拠点を移し、様々なローカルギグを行い始めた。1980年代初頭、オリータは2枚の自主制作アルバムを発表し、 音楽的キャリアをスタート、ごく限定的な成功を収めた。1985年、カンザスシティのバーにて、オリータの演奏を見た、イギリスのポップバンド、Tears for f ィ a r s のローランド・オーザバルと、カート・スミスによって彼女は見出されることとなった。彼らは次のアルバム、シーズ・オブ・ラブの歌手として、バンドに加わるようオリータを誘った。1989年には、 シーズオブラブがリリースされ、シングル、ウーマーミン・チェインズは、彼女の最初のヒットとなった。1990年、TFF のワールドツアーにも、サポートメンバーとして同行し、ピアノとボーカルを担当した。TFF との仕事の後、オリータは彼らの所属レーベル、フォンタナとレコード契約を結び、1990年からソロキャリアを再開した。新しいアルバム、 サークルオブワンには共同プロデューサーとして TFF のローランドが参加した。アルバムは多くの批評家の評価を受け、ブレンダ・ラッセルのカバー、ゲット・ヒアーがグラミー賞にノミネートされ、1991年にイギリスで1位を獲得した。1991年にはエルトン・ジョンとバーニー・トーピンのトリビュートアルバム、トゥールームス、エルトン・ジョン・ソングスに参加。僕の瞳に、 小さな太陽をカバーし、イギリスでトップ40ヒットとなった。自作アルバムエボルーションも商業的な成功を収め、イギリスでトップ10を獲得。1994年には初来日公演を行っている。1995年のムービンオンは彼女の R&B 思考が反映された作品となった。同年 TFF のアルバムキングス・オブ・スペインでは、 メアンドマイビッグアイデアズをデュエットするため、ローランドと再会を果たした。2年後には、キリスト教をテーマとしたゴスペル色の強いアルバム、カムウォークウィズメをリリースしている。1998年、フィルコリンズがジャズを演奏したフィルコリンズビッグバンドに参加した。2001年になると、リッキー・ピーターソン、ピーター・ウルフラをプロデューサーに迎えた、アルバム、オール・ザ・ラブをリリース。 2004年には TFF のカンザスシティコンサートにて特別ゲストとしてウーマンイン・チェインズを披露。2006年初めてのクリスマスアルバムを発表。2008年1月に2度目の来日公演を開催。2009年には Let's Stay Here という宗教色の薄い新作アルバムを発表している。1994年にオリータは カンザスシティのユナイテッドメソジスト教会でドラマーのジョン・カッションと結婚した。その教会にて彼らは日曜学校で教える間柄だった。彼らは1980年、オリータのデモテープ制作時に出会った。オリータは結婚に対する情熱を持っていなかったが、1994年1月17日にロサンゼルス地震に巻き込まれた際に、神からの啓示と解釈し、 結婚を決意したという、ありがとうございます。